標準語っていう。ああ、標準語っちゃう。よう倒れた。午前中で帰る。まあいいわけね。ちょっと昼間用事を。か、今年抜くか。なんか抜くもん。いや、俺は無駄だね。ああ、抜くか。水遊びしようかな。ちょうど。バーベキューしたぜ。でしたよ。あれほとんど不安だよね。あ、わかった。するとこよ。まだ決まらないかんね。取るまで成人させるでちゃえるかと思うさ。60超えてね、決まらない。まあ仕方ない。まあね、仕方ない。もう上がって仕事あるの今、大学、高校と大学。まあ、行っちゃえ。もうちゃい大学やる金持ちだぜ。ね、弾けてくれたらね、お前、失礼だよ。よかった。弾けらさんけんか。なかなか。今、大掛けんね。大電取りよっけんさ。昔なかなか、昔から知る人はね、やっぱ結構大掛かってた。新規はなかなか難しかった。なかなかね。まあ、ローティング屋さんだよ、結構再生されて。ああ、そうさ、やっぱね、ためなわけね。そうね、修理がね。そうそう、仕切らんとできることになってね。まあね、やっぱね、してみるとは思わん。めんどくさがる。いや、こういうね、余計壊したら嫌で、ガイドあるとさ、うん、逆にも、まあ、こいならほんで任せた方がマシでいいと思うことになる。いや、時間かけるよりね。そう、自分でするよりも出して金かけてね、綺麗してもらった方がいい。はい、でもしてみたかったも思うかって、こいで余計壊したら余計怖く金かかるから。たったんだけの人がね、してみようかなと思って、まず、まず時間考えたらね、そうなんか長すぎたらね、してみようかなと思って。ちょっと来年は北海道とか攻めてみるけん、展示会いいね。今度はどっか展示会あるか。いや、あるよな。どこもあるよな。うん、もうちょっとしたらあるかもしれんだって。熊本もねっていうか、熊本はあるかもしれん。なんだ、まだ今んとこないだって、情報はね。展示会があるかもしれない。展示会行ったかもしれない。サマーとかあるっちゃうか。いや、だろうね。あるだろうか。次は福岡が今年あるじゃんか。だいたい今の時期福岡あるっちゃうね。国際センター編出たり。あ、そうや。夏場にだいたいあるっちゃうね。夏場はだいたい忙しかろう。マジ意外と福岡と俺も行ったもん。あ、そうや。何年か前で、ちょうどたまたま行ったらあれだけ行ったっすよ。ああ、なるほど。行きすがりに、ちょうど何本読んじゃうって言ったら、展示会に行って帰ろうって言ったら、生活に遭遇せんのかな。いや、めっちゃ遭遇せん。前はね、MSK の曲
熊本がでかかった。あ、やっぱこの辺で言うなら熊本かな、うん、あそこの方が大規模かよ。そうだね、機械的には大きい。何年でかかった、何年でかかったこの辺じゃもう無理だ。あ、一番辺じゃ使われるもんね。また県作り全然違うな。で、土質まで違うか。そうね、だいぶ違う。やっぱ自動再生車とかいてる。あれ、寿司焼き、寿司焼き、マフラーの。ああ、ここに付いとったっけ。やっぱ自動再生車、自動、うん、自動再生車、今消えた。マフラーももちろんあるかしら。朝があるか、朝満タンしてきて、もう一回足回り。あ、そうやん。朝満タンしてきとったら、これ家かな。おやさん。